それでは本日も皆様ともに戦っていきましょう。 We are Be Gorgia。
古川選手来ていただきました。まずは2連勝おめでとうございます。ありがとうございます。上から見てたんですけど、今日もディフェンスが素晴らしくて、もう川村選手ほとんどボール触ってないと思うんですよね。もうその辺はもうどうでしたか、なんか自分としては。いや、本当に川村さんはすごくなんかざっくりした言い方するとあれなんですけど、上手い選手っていうのは本当に分かっているので、やっぱあそこで乗られると、横浜さんにもやられてしまうっていう印象もあったので、僕はそこは自分の仕事だと思ってましたし、どれだけタフなディフェンスでこうフラストレーションをためるかというところはすごく意識してやってたので、それは要所要所で出た部分もあったのかなと思います。古川選手といえばもうシュートがもう上手くてですね、子供たちのファンが多くて、ただ今日みたいなディフェンスをですね、子供たちが見るとまたそれも感動してファンが増えると思うんですけど、どうですか。僕の中では、オフェンスの部分で皆さんにそうやって評価していただけるのはすごく嬉しいんですけど、やっぱりまずはディフェンスファーストの気持ちは持ってやってるので、そこはまず今日に限らずどの試合もブレることなくやっていきたいところだと思ってます。本当に2連勝おめでとうございました。どうもありがとうございました。